さあ、勝ち抜き2 on 2ですので、勝った方はそのまま、座っておいて、あの2試合目を行ってください。さあ本日はラノム2 on 2大会参加16名8チーム。さあまずは 1P 側がファントムソウル、シーパズチーム、ローズ、バルログ、そして対するは、アルバリオ、エルフォルテ、ゲンナマ、ベガチーム、フォルテ、ベガチーム。さあ本日の、最高 BP が危うくフォルテになる寸前で、全体の2位でしたということになります。さあすごいですよ、今日は参加16人しかいないんですけどね、16人しかいないのにダンもフォルテも母もいますからね、素晴らしい。これがアチョの大会です。さあ A 筐体はベガ対ローズ、まずローズが1ラウンド選手、そして B 筐体は誠対ザンギは祖国を通して勝ち抜きなので、はい、そのまま、お座りください。さあザンギがまず1ラウンド、一応ねランダム2オン2は、BP を変えていただいたと思いますが、 BP の高い方と低い方でペアになっておりますので、よろしくお願いします。まあちょっと2万2千ぐらいがたくさんいて結構微妙だったんですけどね。さあ A 筐体は1人目のファントムソウルに対して2人目のアルバリオ、さあフォルテローズ、さあ3万4000フォルテアルバリオ。さあ先ほども言いますが、今日は16人しかいないのにフォルテもハカもダンもいます、素晴らしい。その代わりですね、強キャラと呼ばれる子たちが全然いないですね、アドンもいなけりゃね、バイパーもいなけりゃ、ルーファスもいなけりゃ、セスもいなけりゃね、そんな楽しい大会になっております。さあまずはファントムソウルが体力リード、そして最後 EX スパイラル、さあバックダッシュなんか許さんよと、1ラウンド選手はファントムソウル、さあリーチがかかる。各チーム2試、1回負けてももう1試合、ありますので、負けてもすぐ解散とかならないでくださいね、よろしくお願いします。さあファントムソウル二立て、しばらくお待ちください、隣の結果待ちです、しばらくお待ちください。 B です、合ってますよ、はい。さあ A 筐体は U5 光るチームとファントムソウル C パズチームの1位決定戦、 B 筐体が7をスパイクチームとアルバリオゲンナマチームになります。さあまずは先鋒戦、シーパズ対ユーケン、まずシーパズが投げを通して1ラウンド取っていく。さあ B 筐体はアルバリオフォルテとスパイクマコト、
さあ2ラウンド目、有限がめくり立つ巻きで取り返す。さあ3ラウンド目、さあビッグとアルバレーション取ってし、さあ直下型からの、あーっと、これは土佐波がまさかの空中で食われるっていう。さあ影響対3ラウンド目、さあ有権が体力をリードして、そして最後地獄車。さあまず有が一勝、さあそのまま勝ち抜きで2人目お入りください。さあ B 兄弟は7オーバーロガルバリオからまず1ラウンド選手、さあそして A 兄弟は2人目ファントムソウルが登場。さあ有権対ファントムソウルの1ラウンド目、さあファントムソウルが弾を出して勝利を切る、抜けて、さあファントムソウルが一本選手。さあ B 兄弟では、さあアルバリオを取り返して3ラウンド目、さあファントムソウルが投げを通していくスパイラル、さあ頭を出して、新勝流、さあ優が逆転、どうなるどうなる、最後は波動が通る。サンラノエ、さあ3ラウンド目ファントムソウルが一気にまずリードを広げる。さあ B 兄弟ではゲンナムベイが第7オーバーログ、さあこれでファントムソウルが一人抜き返して、さあ3試合目ザンギ対ベガになる、ベガじゃないですね、ザンギ対ローズですね、失礼しました。さあ3試合目、 Let's get started! Fight! Soul Smash!
さあローズ対ザンギというこの組み合わせどうなんですかね。これはさあここまではファントムソウルがうまく立ち回っている形、2兄弟はおっとゲンナマベガがギリギリ取り返す3ラウンド目、 A 兄弟はファントムソウル1ラウンド、さあ B 兄弟があったのは七尾ということは七尾スパイクチームの勝利。そして A 兄弟はファントムソウルということで1位通過がファントムソウル C パズチームとなります。さあではですね、今負けた郷ひかる U チームですね。さあいい決定戦、まず先鋒戦がスパイク誠とゴー光ザンギフ。さあこの試合が終わりましたね、まだ呼ばれてない8名の方はですね、ツタヤとトドキ、二の腕カチ、博士、チョップ、投げ縄マン、納豆の皆様が呼ばれますよ、はい、さあゴー光る対、スパイクの初戦、1ラウンド目はゴー光る、さあいろいろあって、さあザンギアスクールを一発入れる、さあスパイクマコトがなかなか香ばしく暴れている、あーとチェストにスクリュー、さあどうなる、きれいにバルシンが潰す。というわけでまずゴーヒカル一勝、なんか今日はああいうの多いですね。さあ2試合目、さあ2試合目出てくるのは7オーバルログと5を光るザンギフ。さあ先ほどコサナミを見事な EX バネシングで潰してつまり、さあまずは七尾が体力リード、そして前家、さあまずは七尾バロが1ラウンド、いや止め、そしてそしてスクリュー、さあリードを奪う、そしてテラーが使ってもう一回、もう一回、さあおかわり、さあいっぱいおかわりして、さあゴーヒカルがリーチ、さあじゃあちょっと呼び出しをしておきましょうか。じゃあ博士チョップチームと、投げ縄マン納豆チーム、投げ縄マン納豆チーム、投げ縄マンさんいます、納豆さんいます、
トップさん、はい、じゃあ、じゃんけんをしてワンピース P を決めて、そろそろ P 兄弟で準備をしておきましょうか。はい、まずじゃんけんをしてワンピース P を決めましょう。はい、じゃあ、ワンビーがツービーが。じゃあ、分かれましたですね。先方の方はしれっとお座りいただいて、そのまま始めていただければいいかなと思います。はい。さあ、A 兄弟はゴーヒカル体力リード。EX 潰して、EX バニー。困った時は EX バニー。勝ったのはゴーヒカル U チーム。さあ、じゃあ B 兄弟どうぞそのまま始め。さあ行きましょう。さあ参加16人しかいないのに、1つの大会にハマンとダンと、パルテがいるのはアショーの大会だけ。行きましょう。どうもカジハマンです。さあハマンとサガット、さあツルッと、そしてコンボを決めて、さあまずはカジハマンから。さあカジハガン、まず1ラウンド素晴らしい。さあトドロキはまずはこのハガン対策がちゃんと練れているのか。これね、何にしてもフォロテにしてもハガンにしても対策練れてなかったら本当に強キャラですからね。強キャラにしか見えないですからね。さああっという間にハガンが体力リード。さあまずカジハカンが1勝。さあ2試合目でいくのはツタヤのバイソン。さあ一富士二鷹三スパフォーの、ツタヤでございます。さあバイソン対ハカン、もう今日はねもう暑苦しいキャラいっぱいいるんでね、男キャラの暑苦しいのはとりあえず今日全員います。あーっとこれはどこまで減るの、どこまで減るの、まさかの、まさかの残った、残った、油を乗って、わ最後はスライディングからのセビギャン。さあカジハカンがリーチなどね。さあ B 兄弟はバルログ、さあ博士のバルログが一緒。さあ2ラウンド目、ツタヤが取り返すからの3ラウンド目。油を塗って、あとこれはつかめず、さあバイソンここから反撃に出たいところ。さあこのハンガーを倒さなければもう後がない。
これはあーっと通ってしまう。これはどこまで行くの、どこか残らず。さあなんと破壊で2立て。もう一試合、ツタヤさんとボロヒさんチームはもう一試合。さあ世にも奇妙な団体破壊が見えるのはアチョウだけ、行きましょう。さあランダム2本2大会、さあ団体破壊が始まってしまいます。行きましょう。ワンピガーがチョップダン、ツーピガーはカジ破壊。さあこの2人の間でダイアグラムなんていうのは存在するのか。さあでも僕はなんとなくこれはね、破壊が有利なような気がする気がするだけですよ。さあセビさんからのツルッとガード、そしてイエツサング。あーでもどうなんかな、なんかダンクの処理がやっぱり大変そう。ダンクタッチダイバー置いてある、置いてあるの大事。さあ塗ったところにダンクで突っ込む。あーとこれはつかめず、 EX ダンク投げて、さあ次はダンク、しかし最後はタッチピー暴れ。さあまずカジハカンから。さあつるっと投げて、さあ油がなくなって、さあここからダンのターン、ダンのターン背負い投げ。さあまとわりついていく、ダイバーで追い払って一回滑る、置き攻めにいく。油を塗って伏せてからの EX スルッと。さあこれでアドバンテージを取るハカン。さあしかしまだ分からない。最後はジャンプゲー。さあカジが1ラウンド。さあ B 兄弟はサガットが1勝。ファイトローカル、チョーズさあ B 兄弟はレオナルド、あ A 兄弟はレオナルド博士のバルログと、そしてカジハカン。さあレオナルド博士、まず1ラウンド選手。さあ画面端カジハガンが押していくんだが、投げ返せ。いいエクステラ。さあ向こうではトドロキサガットが2立て。さあ勝ったのはトドロキステラチーム。さああとは相手待ちです。おっと、これは掴んだ。さあこれはカジが取り返す。いい、
というわけで登場するのは二の腕コンダですね。さあ、コンダ対バログ。さあ、ここまではまず博士が大ブリード。さあ、バルログが一本選手ニラノエグーダイエさあ、クルージングするホバルログをさあ、ホンダは捕まえられるのか EX ガードケラーもう一回ガード100ですから前捨てを大一丁さあ二の腕が取り返すさあ最近ですねアチョウ店員のコスプレをよくしている二の腕さんですがああ3段目くれずさあテラEX EX テラいい反応さあお互い EX の打ち合いもう一回ガードそしてバックジャンプフィー中断勝ったのは博士というわけで、博士チョップチームが1位抜けとなりますさあでは今負けた、二の腕勝ちチーム君これ2013 何ちょっとなんか神戸コレクションみたいな感じでちょっとかっこよくしてるんですよさあ君ゴレ2013どうも二の腕ですなんか君ゴレ2013とかなんか普通に特別称号申請したら通りそうやけど誰か通してみてくださいさあまずは二の腕本田対轟きスタート爆裂削りまでさ
さあ、ニャンの目は回すと同居のベースで砲台砲台、そしてさあ、一気に体力リード。さあ、痛い。さあ、寄っていくんだが、さあ、下ファンで追い払う、そこ来たかと。さあ、追い払った。さあ、しかし、ノーでは前に出る。最後は下でよ、一本取り返したと驚きさかと。3ラウンド目。おっと、100レスからの一発突きまで前ダッシュ投げて、さあこれで2度で一気に体力リード。最後は100列削りまで。さあまず2度目から。さあ2試合目が二の腕ホンダとツタヤバイソン。さあ二の腕はまだ先方。さあ、そんなところ落ち着いて EX 鈴木タイク。さあ、一本取ったな、ホンダ。さあ2ラウンド目は静かな展開から、グラウンドはガード炸裂。さあバイオレンスバッファロー、あまり減らないか。ビキャン大いちょ EX ヘッド勝ったな、ツタヤ裏回って、これは最後までつなげ。さあ1-1。 This is the last round. Fight! おっと、バイオレンスのカラー差が広がる、体力はバイソン。あっとどうなる、ピヨっていた。あー勝ったな、ツタヤ。さあしかしまだまだいます、まだハガンがいます。The stage of battle is set. The battle has begun. Fight!
さあ見てみましょう。一段目、おっと一気に決めていたのはスパイアッパイさん。二段目あと、あー、通った、通った、それ通った。さあ、カジアガン決死の超必が通る。さあ、このラウンドをものにしたいが、だから正面抜ける。最後は上りジャンプ系。さあ、3番の目さあ、まずはツタヤがゴリゴリと体力を押し削っていく。あー、ビヨッター、これはまだ残る。最後ストレート。さあ、ツタヤとドロギがリベンジマッチ成功。さあ行きましょう。準決勝第1試合、ワンピーガーが、ユー、ゴーヒカルチーム、ザンギケンですね。そして対するツーピーガーがレオナルド博士チョップチーム、バルログダンチーム。バルログダンチームで俺普通に言ったけど、ダンですよ、ダン。さあ、ダンが準決勝まで残ってまいりました。波動施設、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 KO。 さあ、いろいろあって、まずは博士から。さあ、ニャンの目も博士が、博士のバルログ強いですね強いですねっていう言い方するのもあれですけど、さあ、なかなかいい、なかなかストロングスタイルのいい動きをするような気がします。さあ、博士バルログ。さあ、対するはユーケン。あっと、さあ、ヒットして、そして投げまで。さあ、まずは博士が一勝。さあ、2試合目、ゴー光残業2人でレオナルド博士から。さあ、まずは博士の体力はリード。さあ、なかなかね、こう、P
PP 限定大会参加勢のお二人でございますが、そろそろねこう PP 限定大会卒業しそうな二人でもあります。でしそうでしないのは博士ですよね。郷ひかるは多分もうそのすぐすると思います。さあ博士はたくさんのサブキャラを作っているが、さあなんだかんだでこのバルローがやっぱり一番強いですね。取れない。さあ一本取ったのはレオナルド博士。ブラリー。さあしかしザンギが思うように試合ができない。中大さあ寄っていくんだが、最後は垂直ジャンプ K ですね。さあ博士2立て。さあまずはレオナルド博士チョップダンチームが決勝。さあ行きましょうでしょう。さあ行きましょう。さあ2試合目、準決勝の2試合目となります。 1P 側がシーパズファントムソロチーム、そして 2P 側がトドロキツタヤチーム。さあまずはトドロキサガトとシーパズバルログから、さあバルログローズと、そしてサガトバイソン。なんか決勝はえらい、なんかさっきからパワフルな気がしかないですね。バイソン、サガト、バルログ、ザンギケンみたいな、その中で光るダンですよ。さあまずはシーパスから体力リード。あと絆を決めて、さあまずシーパスが1ラウンド。さあそんな中、隣の B 兄弟では二の腕可愛がり道場が開催されております。はい、さあセビカーの投げを通して、さあトドロキが自分のペースを掴んでいきたいところ。あと背が高いので当たりやすい。さあ、してから寄っていくシーパスが、しかしここで2まで。あと立ち系振ったところにスラが刺さる。さあまずシーパスから。さあ2試合目出てくるのはヤバイソン。さあシーパズバルログとスタヤバイソン、準決勝第2試合の2試合目。さあこのまま一気に2立てしたいところ、シーパズだが、さあスタヤは耐えられるのか。まずはバイソンのコンボを通していく。さあ爪を拾って、さあ突っ込んでいくんだが、さあなかなかちょっと近くなりすぎているか。バイソンストレート、ストレート、ストレート。さあいい前になってくる。あーっとこれは狙ったが通らず。さあ
スタヤがまず1ラウンド取って2ラウンド目さあ、2ラウンド目をまずバイソンが端っこに押し込む形、ストレートストレート、最後もストレート、さあ津田がこれで抜き返す、さあそして出てくるはファントムソウル、ちょっと BP の移動はありますが、まあそれはあの間違えた台ということでちょっと BP150 ほど献上してください、はい、はい、間違えないでくださいね、はい、ではすいません、もう一度仕切り直しをお願いします、さあ行きましょう、さあ決定戦になります、ファントムソウルとそしてスタヤバイソン、さあローズ対バイソン、さあ微妙な距離を保ちながら、さあまずはローズが牽制していったんだが、さあここは一気にコンボを決めていったスタヤが体力を追いつく形、投げて体を入れ替える、そして球を2つ出せ、投げてさあ優位に進める、さあ1本取ったのはファントムソウル、2ラウンド目、それアッパー下段まで8ヒット、あーと飛ばれてしまう、これは大きいダメージ、最後はストレートまで、さあ津田が一気に取り返す、さあ決定戦最終ラウンド3ラウンド目、さあ1ラウンド目のような展開でまずはファントムソウルがリードを奪っていく、おっとそしてゲージを全部使ってさあリードを広げるグラウンド、飛びが通る、EX これはどこまで行く、追いつく、ギリギリ追いつく、あと打ち押しどうなる、最後はストレートを重ねて蔦谷が逆転というわけで、さあ蔦谷とどろきチーム、さあついにダンが決勝まで上がってきました、行きましょう、本日のランダムツオン2大会決勝、 1P 側がトドロキツタヤチーム、サガットバイソン、そしてナイズ 2P 側がチョップ博士チーム、ダンバルログ、さあ過去にですねアチョの大会ですねフォルテが優勝したこともあります、
それですね、ハカンがですね、なんとランボード優勝したことがあります。さあついにここで色物3キャラ、ついに3キャラ目のさあ優勝キャラが出るんでしょうか。さあ1ラウンド目はまずは五分の展開。さあ決勝戦で何か見られるのはアチョーだけ。サマットな。しかしサガットのタイガーが速い。なんかあれですね、なんか余計に速く見えますね。さあ1本取ったアウト、同期サガット伸びを通す。あ、結構減りますね。交流重ねは抜けて、EX ダンク。お、少し投げ。さあ、バカセピキャンからのスモロスコンボ、これで追いつく。どうなる？あとセミは通る、あとセミだけ。さあ、ちょっと命拾い、EX ダンク。そしてもう一回ダンク。さあ、チョップが取り返す、3ランド目。さあチョップが攻めていく、しゃがんで透かし投げ。アンドタイガー、さあ前が離れるとサガットのペース。さあどっかで近づきたい。さあしかしうまくタイガーを巻くトドロキ、最後はジョーダン。さあまずトドロキが一勝。さあトドロキサガットに対してのレオナルド博士バルログ。マイケガーのテラ。さあアパカは使って、さあ博士がまず1ラウンド。さあ2ラウンド目、まずは轟のリードから、なんか通って、あーどうせビが裏に出てしまう。さあちょっとずつチクチクといく博士。セビアガード、しかし前剣からテラ。さあ届きはどうする。さあ体力リードしているのは博士。さあしかし一発逆転できる体力。
バムガカード。あー、セビンさん、アート。最後はフック。さあ、トドロキの守備はいい。さあ、なのね、まず博士から。投げを抜けて飛ぶから入れていく。アパが投げて、さあ差が広がってくる。飛びをガードして、さあ届き逃がさない。画面端から逃がさない。あーと、これは通らず。というわけで、トドロキサガと似たてということで、本日のランダム2オン2大会は、ツタヤバイソントドロキサガということでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。